はい、こんにちは。ザ・ゲームチャンネル春99です。今日ですね、恒例となっておりますひだりさんとですね、2017年 Q2 のですねベストゲームについてお届けしようと思います。今回ですね、2017年の4月からですね6月の3ヶ月間のところですね、ひだりさんがですねプレイされて面白かったゲームをですね3点挙げていただきまして、それをそれぞれご紹介しております。で、いつも通りですね、ゲームがですね発売された時期についてですね特に気にしておりませんで、あくまでですね2017年の Q2 にですねプレイして面白かったゲームをお届けしております。はい、それですね、ひだりさんの2017年 Q2 ベストゲームをお聞きください。はい、こんにちは。ザーゲームチャンネルの春99です。今日ですね、恒例となりました2017年 Q2 のですねベストゲームをですね、ひだりさんとですね語っていこうと思います。ということですね、すいません、ひだりさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうすっかりですね、もう7月も下旬になってしまいましたけども、Q2 ということで、2017年の4月5月6月ですね、この3ヶ月で、はい、プレイして面白かった、いつもどおりですけども、いつリリースされるかは特に問わないということですね。はい、まあ、ベストゲームですね、ちょっとお話できればなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今回もですねベスト3を挙げていただいておるわけですけども、はい、そのうちの一つ目ということで、一つ目挙げていただけるのは18の TK ですね。はい。これのゲームは、これどんなゲームなんでしたっけ？18TK、 まあ、いわゆる18シリーズと言われているものの一つで。うん、TK はこれ東京の TK でして、うんうんうん、関東首都圏、まあ、関東圏の、うん、鉄道会社を運営したりするようなゲームですね。はい、なんで基本は1830って言われてる、まあ、いわゆる鉄道の線路を引いたり、はい、カンパニーを経営したり、はい、まあ、株ゲーだってね言われてるのがあると思いますけど、っていうのの地図を日本の東京圏域、まあ、関東圏域に置き換えたバージョンという形なんですかね。はい、そうですね。出てくる鉄道会社が東急電鉄であるとか、うんうんうん、京葉電鉄であるかっていうところに変わっているって形ですね。要は中で引くカンパニーというか線路が、はい、まあ、特に東急が反映されているとかそういうわけではなくて、日本の馴染みのある、はい、馴染みというか、はい、まあ、この関東圏に馴染みのある電車の会社に変わっているということなんですよね。はい、なるほどなるほど。もう私も18シリーズは一応やったことあるぐらいで、そんなに詳しいわけではないんですけども、まあ、今回やって面白かったっていうのは、はい、まあ、この、まあ、当然1830のシリーズってたくさんいろんなバージョンがね、もうそれこそいろんなマップが出ているわけなんですけども、はい、その中で今回、まあ、東京になってるんで、まあ、馴染みがあるっていうのももちろんあると思いますけども、はい、この TK そのものはちょっと前じゃないですか、これリリースされてるのも2009年ですね。ですよね。はい、でそれをまあこの第2クォータープレイしてみて、どのあたりがこう、はい、なんですか、ひだりさんに面白かったっていうか、な他の18シリーズも多分されてると思うんですけども違いがあったっていうところなんですかね。はい、まずはその18シリーズっていうものって、うん、まあ、さっきギークで見たんですけど、100何種類あるっぽいんですよマップとかバレーションですよね。マップとかいろいろバレーションが、はい、で、もちろん好きな方はたくさんいらっしゃると思うんですけども、うん、あまりご存じないから一応説明すると、先ほどから原さんおっしゃってくださっている通り、1830という鉄道ゲーム、そのプレイヤーが株を買って鉄道会社を作って、その鉄道会社を運営していって、最終的には株価ですとか自分の持っている現金っていうところが一番高い人は勝ちっていうゲーム ですよね、っていうのは基本で、うんうん、それのまあバリエーションっていうところなんですけど、皆さんその市販のゲームとかやった時とかって、うん、なんかこれってこうやった方が面白いのになとか、ルール上はこうなってるけど俺こう、あんま運用さ好きじゃないからこう変えたいなっていうバリアント的なのって、まあ、思いついたり実際にやられたりっていうのが、うん、まあ、やる方はやると思うんですけども、うん、1830っていうベースに対して100種類以上のバリアントがあるんですけど、うん、で今回の TK ってその要はバリアントってみんながその俺はこうしたい俺はああしたいっていうのが反映されているうちの一つの 18TK っていうところで、もちろん1830のベースの面白さっていうのはもちろん生かされつつ、僕どこが面白かったかっていうとですね、うん、18の30って結構シミュレート具合が高いというか、18の基本ルールとして、うん、駅を作ってその駅をどんどんグレードアップさせていくことができるんですね。時代という概念があって、その時代、まあ、フェーズというかそれが進めば、最初は10金しかもらえない単線の駅が、3本線路が続くようになって20金もらえるようになるですとか、それがどんどん大きくなって最終的には、4、5本の線路が出ている40金とかもらえるような都市にアップグレードしていくっていうような仕組みがあってですね、うん、
で、それが、例えば30の例で言ってしまうと、ニューヨークがあるじゃないですか。30はアメリカですよね、舞台がね。あ、そうです、アメリカ、失礼しました。アメリカ東海岸。うん、そうですね。東海岸が舞台で、ニューヨークあたりから、まあ、東海岸からシカゴあたり、五大湖の一部分ぐらいまでが入っているマップなんですけど、うん、ニューヨークっていうところが、ニューヨークはこのタイルを置けっていうのは決まってるんですよ。ニューヨークにしか置けないタイルっていうのがあって、うん、必ずニューヨークが一番最高値になる。なるほど、価値的にですね。価値的にそうです、そうです、うん。だからみんなニューヨークに接続したがって、高い収益を得るためにニューヨークに線路をつなぎたがられると。それでもニューヨークのつながる線路数が限られているから、まあ取り合いになったりするっていうところが、その実際にも多分ニューヨークで都会でニューヨークからこう線路がたくさん出てるはずっていうのが、実際のサンマラソンでる中でも、まあ実際の線路と同じところに控えてるかどうか分かんないんですけど、近い感じでニューヨーク中心になっていくっていうところが、その他の18の他のシリーズでも結構、そのまあヨーロッパが舞台であればパリだとかベルリンだとかって大きい都市っていうところがそのままシミュレートされてて大きくなるような感じになってるんですけど、 TK は若干違ってて、あ、そうなんですね。基本的には山手線で結ばれている東京品川渋谷新宿池袋あと上野ぐらいが、まあ、大きくなるっていうのと、あと横浜とか川崎とか、まあ、八王子とかっていうところが大きくはないようになってるんですけども、タイル数に数の限りがあるんですよ。大きくなる大きくなる候補として、例えばさっきあの山手線の町駅を6個ぐらい言ったと思うんですけど、うん、なんですけど一番高値のタイルは3つぐらいしかないんですよ。ああ、そういうことなんですね。で、それ共通なんですか、ひょっとして。山手線用の液タイルっていうのがあって。なるほど、なるほど。で、それは一番高いレベルは3個しかない。うんうん、だから僕のやった 18TK は東京が最高レベルになったけど、君のは東京がならずに上野と池袋と新宿だけはなるかもしれない。みたいな感じなんです。まあ、それを置くのはあのプレイヤーたちが決めるんですよね。たださっきの1830だとニューヨークは絶対一番高くなるって決まってるんだけど、はいはい、東京はそうじゃなくて候補があるだけで、はい、どこになるかはプレイによって違うよってことですよね。そうなんです、はい。僕があまり4種類5種類しかやったことがないっていうのもあったりはするんですけど、うん、そういうその大抵のものって、そのニューヨークだとかベルリンだとかパリっていうのは大抵タイルが足りなくなることってないんですよ。ほぼパリ用のタイルとか、まあ、パリとベルリンはタイル共用だけども、同じ数だけタイル、その最高値のタイルが用意されているから、まあ急がなくてもいつかは最高になるよみたいな形になったんですけど、だから今回も結構油断してたと油断してたんですけど、ふと気づくとあれ最高まで上げれなくなってるっていうのがあってですね、要はあの駅をいつのタイミングでグレードアップグレードしていくのかっていうところが重要な18だったっていうところが面白かったですね。その今までの線路比だとか株のやり取りっていうところがメインの面白さだったのが、急に、うん、今回のはね、駅をね最高値までアップグレードできる人は3人しかいないからみたいな、そんなこと急に言われてもみたいな感じだったのが若干面白かったっていう、そのゲーム的な面白さ、そこのやり取りが駆け引きになっている。その18って手番順は固定ではないですね、株価が高い順に会社が行動していくので、そろそろ次の時代の線路が引けるなっていう時に株価を下げる行動をするのが致命的だったりするんですよ。なるほど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 。もう先着順だからですね、さっき限り限りあるから。そうです。で、逆に言えばあんまり18シリーズって指定線的なことあまりやらないというか、あの前向きに一応買っとけば無難な経営していけば株価は上がっていくから、基本的に持っていれば得する、うんうん、で売るときってすごいタイミングが難しいというか、僕ぐらいの熟練度では全然そういうことまで頭が回らないぐらいなんですけど、うんうん、なんですが僕も全くわからないんでこれですよね。で株をわけですよねって失礼でしたね、すみません。いやいや、これ難しいですよね。そう難しいです。上手な人はゲームの流れを言うと説明した方がいいと思うので言うとですね、あの株価のラウンドっていうのがあってですね、それはプレイヤーが時計回りに行うんですね、うん、その次に運営ラウンドって言って列車が走るラウンドがあるんですけど、それは先ほど言われた通り株価の高い会社からやっていくと、うん、でそれが終わったらまた 株価ラウンドに戻るんですけど、株価ラウンドのスタートプレイヤーは前の株価ラウンドの最後の手番をやった人の隣の人なんですよね。うん、なので次の株価ラウンドで絶対先頭を取った方がいいから、この株価ラウンドでは何もしないようにしようとか、下手に最後までアクションするのやめようとかっていうところまで頭を回すしている人もきっといるんですけど、僕はそこまで頭を回らないんですけど回らないんで、いつもここでやつあの手番最初取るべきだったみたいな感じによくなって、後になったら絶対分かるんですけど、その時分からな
ないんですよ。あ、つい前のラウンドも同じようになんとなく株を売り買いしてたみたいな感じになってしまうんですけど、まあまあそれは置いとくで、なのであの株と売られた会社の株価は下がるので、うん、うまいことやれば狙って別の会社の株を落として手番上コントロールしようと思えばできる、うん、けどあんまり多分やらないんですよ。そこまでやってもあまり自分の得になることが少ないので、うん、まあ理由はあの実際に遊んでくれれば分かるんですけど基本的には前に前に進んだ方が得するゲームなんですが、それは置いといて、なので今回の 1HTK に関して言えば、その手番順コントロールっていうところが大事そうな感じがしたんですね、うん、っていうのが、まあ、それは共通があって有限だからですよね、はい、そうですそうです、はい、うん、っていうところがじゃ面白かったっていうのと、もう一つそのゲーム的なシステム的なところと別のところで、うん、駅 の, その最高レベルのところ、まあ、数限りがあるということはですよ、と先ほど東京があまり上がらなかったって言ったのは置いとくとしてですね、うん、要は横浜よりも八王子とか町田の方がはるかに栄えてるっていうパターンがあり得るんですよ内陸だけど。で今回のプレーは、今回僕らが遊んだこの第2クォーターに遊んだ時は、うん、横浜がですね全く発展しなくて、お私東横線を、はい、東急電鉄の社長だったんですけ ど, なるほど、東急ってまあ横浜渋谷間ですよね、メインのところは、うんうん、なんですけど僕の 東急電鉄は渋谷から始まって八王子まであの中央線と同じコースを通るというなんでそっち行った方が儲かるんですよね。あ、だから渋谷からもう西へ向かって伸びたんですね。そう、渋谷から一回新宿池袋まで回っ て, 回って池袋から中央線が出てるっていう今回だったんですけど、めちゃくちゃ池袋から西方向にヒュッて行くという形だったんですよね。あの、あ、そんな時にはあの、すみません、あの東急東横線ユーザーの方しかわからないと思うんですけど東急東横線で最近副都心線っていうのに、まあ、何年か前に接続してですね、うん、接続するまではほぼ電車の遅延もないし、うん、駅も地上にあったんですよね。地上2階にホームがあってついてたの渋谷の、うん、なんですけど副都心線と接続してからはなんか地下3階みたいなところホームができる、そうそう、埋まっちゃいましたよね。できるし、あの電車の遅延とかもやっぱりその全体として長くなってるの で, そうです、ね、遅延とかも発生しやすくなったっていうところもあって、僕は絶対に渋谷から向こうの不動心線には接続しませんと東急電鉄が立ち上げた時に誓ってたんですけれど、誓ってたけど誓ってたけど横浜が全く接続しなかったので、うん、仕方ないなっていうことであの新宿池袋に乗り入れました。やっぱり儲かるラインに行くのかと。そう、やっぱりそこはもう会社の決断としてしょうがなかったんですよね設立理念は曲げてもそうです。というところとか、その地域的なものは使っていても、その今までそのシミュレーゲームとしてその現実をシミュレーションしてるっていうところまで思ってなかったんですよね、イチャイチャ遊んでるときに、うん、なんですけど今回のですイチャイチャ TK って、まあ、馴染みが深いところっていうのもあったと思うんですけど、うん、すごいその現実との乖離具合がすごい面白かったんですよね、うん、逆にそれ馴染みにあるか、馴染みがあるからですよね。そうなんですよ、はい、馴染みがあればあるほどなんで横浜が発達してなくてとか、なんで東急がこっち行っちゃってとかなるっていうところですよね。はい、そうなんです。地元のあれですよね、逆に。そうなんです。遊んだメンツが神奈川とあと東京の西側に住んでる方々だったんですけど、うん、なので京葉電鉄が全然人気ないんですよね。馴染みない乗らないから乗らないからなるほどあんま社長になりたくないなみたいな感じ実は私今地図をマップギークに上げていただいて聞いてるやつがあるので、はい、あ、はい、まあ、それを見ながら喋ってるんですけど、はい、なので、まあ、おそらくこの東急はこんな風に今つながったんだろうなとか思いながらずっと見てるわけですけどだから西の方が発達しやすかったってわけですよね。今回に関してはそうなんですよね。でちなみに小田急出てきませんでしたから、会社小田急登場せずです、設立せずです、ゲーム終了ひどい。横浜が発達してないので、あ、小田急、まあ、新宿もすでに埋まっていたかなんかだったので、町田しか通れないんですよ、小田急は。ああ、そういうことですね。町田じゃあなみたいな、すみません、町田住んでる方、本当申し訳ないんですけど、あくまでゲームの話なんで、ゲームの話です。ゲームの話なんで、はい、発達してない横浜がある場合、小田急線をどこからどこへ引くんだよと、新宿も入れねえぞと。そうです。ああ、町田ってもうこのマップだと本当にもう橋ですしね。もう小田原ここつなぐしかないし、そこは面白い。でもそれもさっきやったその最高になるところが固定されてない、はい、つまり最初にあった1や3もらったニューヨークが最高になるように決まったのをここのシステムの方に盛り込んで、もしあれば、はい、例えば首都圏内のところだったら、まあ、東京は例えば一番高くて、
新宿が次に高いみたいなデベロップもできるわけじゃないですか。基本そこ高くなるよと。で、西の方だったらまあ横浜が当然高いよねというデベロップはできますよね、当然やろうと思えばね。やろうと思えばできます。もちろんそうですよね。でそれが他のやつだと、まあ、現実に今ある状態に対して近い、はい、で当然これ1830と言ってる通り1830年頃はこうだったよっていうシミュレートしたり、まあ、いつの時代を示するか別なんでしょうけども、それもできたんだけど、はい、そうじゃなくてこの付近でどうなるかっていうのはプレイヤーが選んだ方がいいよっていうのがデベロップされてるっていうところが、まあ、実際これをアメリカ人とかイギリス人がプレイして面白いことがよくわからないんですけども、少なくともここの関東圏域に今現在住んでる左さんとしては面白かったってことですよね。面白かったです。そうなんです。ですよね。これだから四国に住んでた時代の私が面白いかってまた別の話なんですけど、ですね、あの四国だと1889という四国だけのマップのゲームがあるので、こちらは1889ってあるんですか。1890はしてたんですけど、結構出来はいいって聞いてます。30に近い感じのプレイ感で出来はいいって聞いたことはありますね。あ、そうなんですか。まあ、ちょっと戻してですね、はい、なんでまあこの TK はまあそういったやっぱりところですね、この関東圏域が指定まであったっていうのは現実と違う展開ができるっていうことと、その固定じゃないので、はい、まあ、現実を知ってれば知ってるほど逆にさっき言ったのは町田が恐ろしく発達するケースもあり得るわけですよね。みんな町田行って小田原行くんじゃんみたいなこともあるので、はい、まあ、そこのギャップが面白いっていうことですよね。ですね、あのまあ、一応あのフォローというか補足しますと、あの18のベースがシステムがベラボーに面白いっていうのがあってですね、でその上での、あのこういう他の、18と比べてこういうところが自分には今回興味深かったというところなので、別にあの色物めいていて面白かったですって言ってるわけではない。あ、もちろんそうですよね。いうのは一応そうですね、はい、であと一応個人的な補足なんですけども、これ、はい、僕もずっと不思議だなと思いながら、これこういうことが起きてるって1830シリーズとあの、はい、エイジオブスティームがよく起きてると思うんですけど、元はあったんですけど追加マップ作ってる人は違う人たちですよね。出版社も違うけど同人的なものもあって、あー、でもそうですね、はい、元は踏襲してるんだけど必ずこの人 18TK もこれ同人版っていう扱いですよね。これ一応違うのかな、出版なのかな。いや、あ、 TK は同人です。はい、ですよね。なので、うん、まあ、そうですね、あのライセンスは取ってないと思います。ですよね。なんでこのなんかエイジオブスティームもたくさんそんなのがあったり、この1830シリーズなんですけど、はい、なんかこの鉄道系ってそういうオリジナルがあって、それを生かしたオラガ村じゃないんですけども、自分の街、はいはい、自分の好きなシチュエーション、はい、時代っていうのがたくさん出ていて、これもその18シリーズの中を踏襲したオリジナルデザイナーさんじゃないバージョンという感じですよね、うん、はい、なんでこれ1830の出版元に聞いてもそんなもんないよって言われるだけなので、その点だけが注意になると、これ入手性はちょっとなさそうな気が、うん、ゼロですね。売ってないです。持ってる人に遊ばせてもらうしかないです ね、 ですね。すいません、うん、なのでまあ、あのこの機関に興味ある方はね、持ってる方探すか。ですね、あの一応フォローすると18の日本舞台になってるやつのどれかはデータ公開されていたはずですし、うん、日本舞台になってないと僕が言ってるのはそのなんだろうな、メタ的な面白さは感じられないかもしれませんけど、18そういうフリーで置かれているものはいくつかあるので、18シリーズそのものはどれも非常に面白いと言われるんですけども、もちろん腕の差は出やすいゲームだったり、まあ、いろんなものがあったりするので、私もたしなむと言いながらなかなかたしなめではいないんですけども、一応今ギークでざっとギークのやるやつをざっと見たところによると、ギークのランキングですよね、ランキングでソートリングしてみると1830がまあもちろんトップで、次が最近もリメイクされて1846で、その次が5670なんていうたくさんあるので、さっき、ちょっと日本を舞台したってやりますけど1889ですね、四国っていう舞台してるやつがこれ7位ぐらいにいますね、ランク別にすると実はかなり上の方だという話もあります。まあ、もちろんこれさっき TK も含めてプレイできてるボスの人数にもちろんよるんでね、TK の方が多分人数少ないのかな、これ1889は400レーティングぐらい入ってますね、かなり上だった。じゃあ公開データ公開されてるんだと思います、多分それは。あ、かもしれませんね。であれば、はい、なんで、この四国をテーマにして1889出てますけど、これは本当に約400レーティングで1357で、ね、かなり上位ですね、すごいのもあるので、まあ、この18ね TK はちょっと若干今の話があってすぐ入手性が難しいかもって話はありましたけども、この18ペケペケシリーズは入手しやすいものもあるし、いろんなものもあるので、あの個人的にも僕も本当はもうちょっとたしなみたいなと思ってるんですけど、できれば知ってる方がいれば優しく指導してくれるいいお兄さんお姉さんを探すなり、自分と同じような腕前の人を楽しめると楽しみやすい、腕の差はもろに出る
やつなので、あの自分に近しい腕の人と楽しむ、あるいは初心者同士楽しむのがいいんじゃないかなと、あの子さんのいろいろあったプレイヤーからは伝えたいところでございますね。ちなみに あまりたしなんでない私の方、私も一応フォローすると、確かに腕の差は出るんですけど、まあ、あーでもゲーム中に明らかに、あ、もう負けてるなって感じることもありますが、あの一応株、最初はそのポートフォリオなので、うん、株を売るまでは案外わからないです。みんな誰が勝つんだろうなって終わってみたら、あ、大差で負けてたわみたいなことも。ちなみにあのその中で検索するとポセイドンっていうやつも、これがまだ比較的入手しやすいかもしれませんけど、ちょっと違うあのポセイドンっていう時代のね船っぽいやつを引くんですけども、これも3万シリーズあるので、もう本当に3万シリーズはね、何かの時でヘビーデューティーな鉄道ゲームをやるときにはチャレンジしてみるといいかもしれません。というわけで、まあ、一つ目が、まあ、あの東京、まあ、関東圏域をテーマにした鉄道ゲーム、はい、ということだったんですけども、二つ目に挙げていただいているやつがオートモビルですね。はい、これは電車から車です、はい、マーティン・ワレスさんの、これも2009年の作品ですね、はい、これも私出た当時はなんかプレイした記憶が結構あるんですけども、まあ、ざっくり説明するとどんな感じのゲームでしたっけ。これ超ざっくり言ってしまうと、うん、自分が自動車会社の社長になって、うんうん、工場を建てて、そこで車を生産して売却して、利益を取っていく、うんというゲームになります。自社の工場を建てて車を生産し売却するんですよね、はい、そうですよね、はい、うんですよね。で確かこれがまあワレスだったので、まあそういうと拡大生産チックな楽な感じがしつつ、とてもなんか辛い感じになったゲームな気がするんですが、はい、あ、まあ平井さん的に、まあ、これ久しぶりに、まあ、2009年と思うんでね、久しぶりにプレイされたような気もしますがまあどんなところが面白かったっていうか気になったところですかね。まさにその苦しいところというのは非常に楽しくてですね苦しい楽しい苦しい楽しいですね。こうやってオートモビルでちょっと特徴的なところが、そのボードの写真を多分ハルさんが今、うん、あの YouTube であればパッと出てると思うんですけどあのオートモビルって、ボードの外枠に、うん、いろんな自動車が描いている絵がぐるーっと、そうですね、スゴロクみたいに周りあって車の絵が、はいはい、でそこの車の絵一つ一つがその車を生産する工場なんですよね、うんうん、ボードの左上の一番安い工場、まあ、安いというか一番古い車のところからスタートして、うん、徐々に最新タイプ、まあ、最新っつっても、まあ、古いこの時代の古い最新ですけど、うん、どんどん最新モデルにどんどん変わっていくというような形でトラック上で工場を建てていくんですけども、うん、そのいきなり最新を工場買うとかはできなくて、うん、このゲームお金とあと技術コマみたいなのがあるんですけど、うん、技術コマを払いつつお金を払えば今建てられている工場よりも新しい工場にを建てることができる、うん、ですけど技術コマっていうのが単純に 1,2,3,4 って払うわけじゃなくて 1,3,6 とかでなんか結構傾斜で払うのかな、うん、なので結構先まだみんなが古い自動車を作ってるのにいきなり新しい自動車、その新しいタイプの自動車を建てよう、工場を作ろうとするっていうのは、まあ、難しいか、ほぼできない。非常にコストがかかるってことですよね。ですね、はい、うん、なので古いタイプのところから徐々に、まあ、言ってみれば1年単位でその技術革新をしていくみたいな形で工場を作っていくことになるんですけど、うん、もうラウンドの終了時に車を売るんですけど、うん、車を買うときのその需要っていうのがあって、その需要のシステムもちょっと面白いんですけど、まあ、それを置いといてですね、うん、需要を消費するのは、建てられている工場の中で最新の工場の車から売れていく。なので、このゲーム、大衆車と中級車と高級車っていう3つの車のジャンルがあるんですけど、うんうんうん、中級車という1つのジャンルの中で例えば需要が10個ありますと、うん、で僕、A さん B さん C さんで遊んでて、A さんが一番、新しい、その3人の中で一番新しい工場で車を作ったっていうと、まず A さんの車は1台売れます、うん、でそうするとその次に B さんの車が1台売れて、次に C さんの車が1台売れて、また A さんに戻ってってぐる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 行く。つまり、最新工場を建てていても最初に1台売れるっていうところしかアドバンテージじゃない。そうです、優先的に売れていくだけですよね、まとめて売れるわけじゃなくて、はい、うん、なんですけどその1台がとても売りたいんですよね。車が売れ残ったりすると負債っていうのが発生するですとか、このゲーム、マイラウンド何台ぐらいだったかな、売れて10何台、大抵10台以下ぐらいの車しか売れないので、うん、1台売れるかどうかっていうのはすごい大きいですね。っていうところもあるし、先ほど車を売るとは別に工場が古いと、うん、
老朽化している工場だということで負債を受けちゃうんですよね。うん、っていうのもあってできるより先の工場を抑えたいんですよ、うん、なんですけどこのゲームってもちろん無限定番アクションできるわけじゃなくて1ラウンドに3アクションしかできない売却するまでに。そうです、うん、それでもちろん工場を作るのは1アクション使います、うん、車を作るも1アクション使うんですよねこのゲーム。なので実質2アクションしかなくて、で手番順はラウンドの開始時に決まるわけですよ、うん、なのでよし俺 みんなが買った後で一番新しい工場買おうとかって思っててもいやお前の手番最初だからとかみたいな感じになるとじゃあ俺が一番古い工場買うってことかいみたいな感じになっちゃうんですけど、まあ、そこの手番のコントロールもとても面白いゲームなんですけど、でなおかつ、バレス先生ということで皆さんよく分かっていらっしゃるかと思うんですけど車お金キチキチですと、うん、基本的には借金上等みたいな、まあ、借金上等、借金2回しかできない上等ではないんですけどこのゲームはまあね、でも辛いですよね。はい、ところで工場が結構値上がり幅が大きいんでどん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 高くなるんですよ。そうですね、新しい工場になればなる、最初は200円ぐらいで買える工場が、うん、300円400円500円あ50刻みかな、でどん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 高くなっていくっていうところがあって、うん、なかなか高い工場を買うと辛い、だってもう工場作っても車作れねえかもしれねえのに、でも今買わないと俺の工場は一番古いから負債超受けるみたいなところがあったりしつつ、洗面器的な面白さというか、お金どこまで出していいの俺工場にというところの誰が一番無理をして先の工場を買うかっていうのはすごい楽しいですね。これって確か私もちょっと古い記憶なんですけど、さっき言ったスゴロク上に周囲に工場がまあ並んでいて、はい、まあ、車のデザインと、はい、まあ、さっき言った200ドルから50ドルずつぐらいあーっと刻まれているんですけど、こうやって基本的にまあテクノロジーがもちろんいるんですけど、順番的に買うのが一番楽ですね、はい、確か200ドル売れたら次250ドル買う、250ドル売れたら300買うっていうのは楽に買えるパターンですよね、はい、と一足飛びで行くのもさっき言ったテクノロジーがあれば無理なコスト払えば買えるんですけど、まあ、この順番に行けばいいんですけど、多分それ一番買いやすいはずなんですけど、次の僕の手番で俺は高級車を買いたいんだけどそれは2マス向こうだねんとか、はいはい、1マス前のもう中級車いらないんだよとかいうのも出てくるんですよこれね。買いたい工場は必ずしもその最適な手番が少ないので買えるわけではないと、でも新しい何かを買わないと俺の工場はもう古すぎんねんとかですね、いろんなことが工場を買う時点でもすでに起きてるんですよね。そうなんです。それで先ほど原田さん高級車を買いたいとおっしゃってたんですけど、うん、外資のトラックは綺麗にぐるっと一重のトラックになってるんですけど、うん、そこの中、まあ、ランダムというかある、まあそれも我々が考えて並べてるんだと思うんですけど、うん、中級中級中級大衆高級中級中級高級高級みたいな感じで素直に出てこないんですよね。出てこないんですよ。なんかその ABCABC みたいな形じゃなくて、なんか一変不規則っぽく見えるような並びになっていて、うん、なので今ここで無理をして大衆車を買えばしばらく他のやつは大衆車買えないから俺が言う絶対有利って思ってちょっと無理をして大衆車の工場を買ってやったぜと思ってると、次の手番のやつがまた無理して大衆車の工場をさらに買うっていうね、おいお前何やってんだっていうことが楽しいんです、ね、起きるんですよ。そうなんです。これよくある。僕も前プレイしたんですが、これ最初の第一コーナー曲がったところのところに、確か大衆車のオレンジの450ドルがあるんですけど、この工場を買うとしばらくないんですよ。4マスぐらい。そうですね。はいはい。だからここを無理して買うんですけど、はい、なんかみんながね、パパパパパッと言って、いやそれはないわと。次の一辺に行ったら、またね、同じオレンジのね、このカテゴリーの工場が3個ぐらい出てくるんですよ。パパパって。ね、はい、あれだけ俺が頑張ったのにどういうこと俺3番目とか言うのとかね。そうちょっと聞いてる方に一応補足するとですね、技術カードを買えば先の工場を買えるって言ったんですけど、うん、誰かが先の工場を買うとみんなその次の工場を買えるようになるんですね。そうなんですよね。そうそう、だから1人が無理して技術コストを払うと、もうみんなおありがとうありがとうって、俺コスト払わなくても新しい工場建てるわっていうことになってしまうんですね。どうしても他人と、つまりさっきおっしゃったように、もう中級者はしばらく出てこない、大衆者はしばらく出てこないって、このランダムに配されているところがあるので、ここを俺が無理して払って抑えたのに、ごっつぁんです、その向こう、タンタンタンとかみんな買うと、いやいやいや、それは困るかなってこと起きるんですよね。でも、それを買わないと、俺の車の工場も、今、現実古すぎるんじゃんっていうことが起きる。はい、これを聞く楽しいって言ってるのはかなりまずい気もするんですけど、まあ、このね、この誰が工場を無理して買うかで古すぎないような工場をしたいで、かつアドバンテージで一番新しい工場からだから売れるんだから、その1個を確実に売っていきたいっていうのを誰がいつ判断するかっていうところはかなり苦しくも熱いはずですよね、これね。そうなんですよね。
でなおかつ工場古くなったらあの工場潰せるんですけど、します、ね、潰すのにワンアクションかかるという、ね、でもほっとくとフサイクラウンですよねこれ。そうなんです。なのであの 普通にですよ、普通に考えてしまうと新しい工場を買う、古い工場を潰す、自動車を作るしかできないんですけど、うん、終了ですね。これだけでは勝てない、いろいろあるんですよね。あのセールスマンっていう優先的に自動車を、あの自分の自動車、その需要とは別のところで車を売ってきてくれるキャラクター、うん、キャラクターというか、まあ、トークみたいなのが置くためのアクションがあったりですとか、うん、あのいろいろ他にも要素があるんですよね。そこら辺をその、これは工場は確かに最新ではないがセールスマンが多く抱えているから売りやすいよみたいなことをやってると、そのセールスマンというのも実はあのゲーム中に使えるセールスマン数が決まってて、うん、対中級者はこのラウンドはセールスマン3人までしか使えませんよってなってると、うん、俺セールスマン5人いるけど全員は使えないの、まあ、あのそんなバカなことする人いないんですけどで3人やっててうはうはだって思ってると、他のやつがじゃあ俺も中級者にセールスマン入れるわとかで、おいおいちょっと勘弁してくれよとなんでこの勘弁してくれって言ってるかっていうと、あの売ることのできなかったセールスマンはクビになるんですよね。クビですね。即クビになって、要は自分のアクションが無駄になってしまうというところがあるので、うん、あの余計なことはしないでください、ウィンウィンで行こうぜって感じにしたくなるんですけど、まあみんなそういうわけにはいかない欲望の塊ですからね。そうですよね。というそのちょっとこのオートモービルって、その先ほどから僕と原さんが言っているその外枠の工場を、うん、誰が一番最新モデル、最新の工場を抑えるかですとか、うん、あの無理して買ったけど先に行かれたとか、ちょっとこのメカニズムって案外他のゲームで採用されているのは見ないんですよね。そうですね。あんまり、要はテックツリーみたいなのももちろんあるんですけど、これ全員が同じテックツリーを飛んでるんですよね、これ車の発達の、はいはいはい、で、はい、同じ車の進化をみんなが無理してやってて、でみんながやるとだん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 古くなるんで、それは君も一緒だよねってなんだけど、みんななぜか前に進みたくなるっていうですね。そうなんですよね。なぜか前に進みたくなるんですよね。1台しか売れる数は変わらないのになぜか前に進みたくなるんですよね。そうですよね。で誰かが進むと俺前の売れなくなっちゃうから、しゃあない俺も進むわとか言い始めるんですよね。そうです。そしてみんな負債を抱えていくんですけど。そうなんです。おかしいなっていう、ちょっと昔遊ばせてもらって、まあ、非常に苦しいと、うん、もうあのやっとれんと思ってしばらく遊んでなかったんですが、うん、ちょっとあの私の周りでこの春ぐらいにワレスが盛り上がった時に、うん、まあ、ワレスの名作の一つであると、うん、遊ぼうっていうことで私もその宅に入らせていただいたんですが、まあ、相変わらず苦しいですねでもそれ僕全く同じ印象を持っていて、実はワレスさんの中の作品で僕これ結構好きなんですよ、はい、オートモービル実は好きで今レビューしたいと思っていて、はい、もう今年の春からというか正月ぐらいに今手元に持ってきてて、僕は実はルール最近も読んでるんですよ、はい、なんだけど誰も一緒に宅に入ってくれない、このみんなやったことあるんですね、私の周り割とね、はいはい、あんまりねちょっと苦しいからみたいな空気感がどうも漂っている、おかしいな楽しいのになっていう、他のワレスのゲームで苦しいのいっぱいあるでしょにって言うんだけど、だからみんな苦しい感があるんですけど、いやこれね今日取り上げてもらえるの私非常に嬉しいんですよね。いや本当はねこれ苦しい楽しいゲームだから、しかも他にちょっと違うんですよ感じがね、他のとね、この車の工場を買っていく感じが、はいはいはい、うん、オリジナリティがやっぱりちゃんとあるし、はい、バリエーションもいっぱいあるんですよね、このデザインのね、この私今トゲブロック版見てるんですけど、はい、あのいろんなこのボードのデザインも会社ごとにいろいろ違うバージョンもあるので、それも含めて楽しめればいいんじゃないかなと思うんですね。あの発売して 1,2 年後ぐらいにメイフェアが豪華版って木箱に入ってるやつを出すぐらいのやっぱ人気のあったもんなんだと思いますよ。人気があって、うん、そういうのを作ってしまうほど魅力のあるゲームだったんだと思います。そうですよね、はい、豪華版確かテンデイズさんが扱われてたんじゃないのかな、確か一時期。まあ、今でもその、まあ、入手性が悪く、まあ、悪いというかいいわけじゃ別にないんですけど、そんなに苦しくないと、まあ、一応マーケットなんかでは買わないといけないんで、普通の一般流通では少なくはなってるんですけども、このオートモービルすごくいいんですね。とりあえず僕が言えるのは絡みがすごい多くて、で絡みの方法がその独立してる要素が3つ4つ入ってるんですよ、このゲームの中に。でそれのどこ全部で勝つことはまず難しいけども、どっかで勝っておくと有利になるっていうのはやっぱそういうインタラクション的なところが非常に楽しいけど、非常に重い、辛い。辛い。というゲームですが。ですね、はい、まあでも、ワレスは最近再販ブーム的なものがあると思っていてですね、うん、ルネッサンスの君主も去年リプリントされましたし、ブラスも今新版作ってる
ますし、この後ロンドンも出ますしね。あ、そうですね、ロンドンも出ますね、確かに。なので、うん、オートモービルも出るんじゃないのかなって、無責任なことを言いますが、まあ、言うだけなんただなので、出ます。うん、まあ、出てもね、悪くないと思う。はい、ちなみにこれ今、ギークの方で、ランキングの方で相当、我々さんしてますけど、あ、はい、まあ、トップは言わずしてたブラスが、もう最人気で、うん、レールウェイオブバあの、レールウェイオブザワールドから、まあ、鉄道ゲーね、これも新しいバージョンね、今度、小川さんのやつがね、関わったとか、ね、あ、出ますね。出ますし、はい、まあ、これが2位なんですけど、この後やっぱ鉄道ゲームは、スティームがあって、エイジオブスティームがあってとか人気なんですけども、その後にスーエーカーの行きロンドンと来てオートモビル7番目ぐらいなんですね。だから鉄道絡みっぽいやつってレールウェイ、スティーム、エイジっていうのは、まあ、これをまとめちゃったらちょっと強いんですけども、まあカテゴリー的には5番目ぐらいにいるわけですよね、オートモビルもね。なのでこの後になるとまた別のストラグブレンパイアとかいろいろあるわけですけども、やっぱ我々さんの作品の中でこのオートモビル非常に評価も今4700レーティングぐらいでランキング282位ですからね、アメリカの方でも非常に人気のある、まあ、上のねブラスとかちょっとおかしいですから、1万レーティングで28位とかですからね、さすがに大人気なんですけどすごい投票ですけどね、そもそもね、なんですけどオートモビルってやっぱかなり人気なので、これもやっても、私がこう喋ってるのは僕の周りの人は僕とプレイしてくださいっていう主張してるわけですが、やってもいいんじゃないかなと思いますね。ちなみに1万レーティング超えてるのはブラスだけですね、ワレさんのやつだと。レールウェイオブザワールドは9500なんでもうちょいって感じですね。まあブラスは多分いろんな戦術ができるとかっていうのも楽しいんでしょうね。オートモービルは延々と他の人とこう、なんだろうな、誰が先に行くんだ、お前が行くか、じゃあ俺をもっと上に行くぞ、その代わり金は血を吐きながら上に行ってやるぞっていう、延々と血を吐きながら誰が上に行くかってやるだけなので、そうですね、どこでギブアップするかと、もう俺は無理だっていうね、はい、ブラスはまだなんか、よし今日は今回は宝石場だとかっていうちょっと楽しさがあったりするけど、オートモビルはないないですね。まあ当然そのレールウェイとかスティームとかエイジオブスティームね、当然このルートがあったりね、今日はこっちだとかね、はいはい、いろんなことできるわけですけども、まあ、そこは若干ないんですけど、いや僕決して嫌いじゃない、僕も上げさせてもらってるのは嫌いじゃない、嫌いなわけないんですけどそうそう、いやいや本当にね、いいゲームだと思うんでね、こいつもさっきおっしゃられましたよね、本当に再販されてくれて、はい、入手性が良くなってくれると本当にいいですよね、はい、はい、というのが、今日2つ目の、ゲームでですね、オートモービルなわけなんですけども、はい、まあ、最後の3つ目なんですけども、これはなかなか難しくてですね、はい、今調べてると、はい、アイデンティクという輸入版の名前もあり、日本語版はデュプリクっていう名前もあり、はい、まあ、両方方言、まあ、検索でヒットしちゃうっていう状態で、まあ、一応日本語版が出てるんで、まあ、ディプリクという名前で今日ご紹介したいと思いますけども、これをご紹介していただきますけども、私さっきスゴロク屋さんのところで調べたぐらいで、実は全くこのゲームノーチェックで知らないんですけども、どんなゲームなんですかこれ。ざっくり言ってしまうと、うん、お絵描きゲーです。おっと、それだとわからない。お絵描きゲーなんですが、うん、どんなゲームかというとですね、お手本の絵があるんですよ、まず1枚。はい、あ、絵があるんですね、もうすでに。お手本の絵があります。そうです。はいはい、で、親になった人が、はい、その絵を口頭で説明するんですよ。はあはあはあ、例えば、まあ、オートモービルの箱絵の話すると、上の方に、アルファベットで、オートモービルって英語で大きく書いてあって、その下に車がいます。車は右向きですとかって言いながら説明していくんですよね。ああ、その絵を、お題の絵をみたいですね。お題の絵を、そうです、はい。お題の絵を説明していくんですね。説明して、みんなそれ書くんですよ。その、言われた通りに。で、言われた通りに書いて、まあ、砂時計があって、はい、砂時計なかったから、まあ、ずいぶん時間制限があって、うん、で、時間が来たら、ストップって言って、お題の絵の横に、試験勉強とかの使うの赤いシートをかぶせると読めるようになってる字があってですね、うんうん、そこに点数になる10個の項目が書かれてるんですよ、うん。で、オートモービルの A は引き体になっていることですとか、車は右に向いているかとか、車のライトは光っているか。とかお題の中でポイントになるようなところが書かれていて、それをちゃんとみんな書いているかを自己採点していくんですよ、この人たちは。10個言ったけど、俺は5つ合ってたとか6つだったわとかいうのをやっていくんですね。お題が、はい、例えば今スゴロクさんとこ見ながらやってるんですけど、なんか桶みたいなものに乗っていて、人が3人いて海の上を漕いでますみたいな説明をずっとするんですけど、それをみんな聞いて絵を描きますと。でその絵に対して採点する、例えば人は3人乗ってるかとか、海の上にいるかとか、はい、オールを持ってるかみたいなチェック項目があると。そうなんです、はい、でそれをいかに多くチェックをもらえるかをみんな自己採点するっていうことで、親はその10個のチェック項目のうち1個でも効果書いていれば1点みたいな感じで入っていくんですよ。だから最大10点で、みんながその3つ3つ3つ合ってて、みんなが別々のとこ合ってたら親が9点もらえるみたいな形ですね。
あ、だから親はまあ当然なるべく当たってもらった方がいいってことですよね。そうです、はい。なので、あのみんな慣れてないうちはあのボートに乗ってて海の上にいるよとか出始めるんですけど、うん、慣れてくると波はねギザギザみたいな形とかあれってすごい細かいそうか、親は最初にチェック項目知ってるんですね。あ、知らない、知らないです。 見えないです。あのさっきも言ったんですけど、あのテスト勉強とか使う赤いシートをかぶせないと見えないような形。じゃあ親も知らないんですね。そうです、そうです。あ、何かなんだよ。とにかく読めは、あ、隠すだけなのかな。あのとにかく読めないようになってるんです。親は、親も絵しか見えないと。そうなんです。なんかなんとか正確に伝えようとするけど、親もどういったことが採点項目になってるか知らんってことですね。そうです。なので親がすごい細かく言ってたけど採点とは関係なかったねっていうのがありえますなるほど、なるほど、面白いですね。で今ちょっと見てるんですけど、で制限時間も90秒しかないですね、これ、はい、あ、そうです、確かに短いです、短いです。親の方がいかに細かく喋ろうと、それを聞いてかける時間が要は90秒、1分半しかないので、その後の Q&A の質問もダメだと、はい、もうとにかく黙って聞いて書けと。で、ね、90秒で細かく言ってたら、あの絵の3分の1ぐらい説明したまま親の番は終わってしまったみたいなところもあってで得点計算したら次の親のプレイヤーが変わるんですね。そうです。でまた新しいお題をもらってと。はい、これ面白いですね。だから要はチェック項目にあるものが、はい、自分の絵に反映されてるかっていうことだけが採点の対象になるから、はい、絵の上手い下手とあまり関係ないんですよね。はい、関係ないです。他人から見たら、え、これは人参だろって言われても、いや、これはジャガイモだよって言えばジャガイモなんです、うん、だからそういうのが書いてますとなってればいいということですよね、はい、だから絵がどん上手い人が点数高くなるわけでもないし、うん、下手な人が点数取れないわけでもないですよね。ですよね。だってあんまり聞いて細かくそれを耳で聞いたやつを正確に書いてて90秒で間に合わなくても意味がないし、結局採点するポイントがちゃんと入ってるか、でもそれは分かんないです、運ですよね、ある意味は。まあ、ある意味運ですね、ですよね、はい、だから親の描いてる絵とそっくりなものが再現できればもちろん満点なんでしょうけど、はい、親がどう喋るかによっても当然違うので、だから絵の上手い下手が出にくいっていうところですね。それでしかもよくできてる、うん、あの質問項目かチェック項目がよくできていて、うん、たまたまそうなるってことがあり得るみたいなチェック項目があるんですよ。なんか例えば、うん、今ハルさんスゴロペアのサイトをご覧になってるって話だったんですけど、うん、3人乗ってるじゃないですか。あの乗り物の船の上みたいなところですよね。そうです、なんか桶っぽいもんね、はい、はい、で3人男が乗ってるよっていう話をして、なんか頭の上に鳥を乗せてうぬんかんぬんとかって言ってたけど、チェック項目として、うん、一番左の男の背が一番小さいとかっていうのが、うん、話してなくてもたまたまそんなことってありえるじゃないですか。ありえますね、だって背の高さね違うはずですからね。そうです、そうです。でもしくは同じに描いたつもりだけど、うん、絵が下手すぎてこいつちっちゃくなっちゃったみたいなところはが案外あったりとかっていう、その偶然正解するところもあって、おお、合ってた合ってたっていう、そのできないパーティーゲームって、うん、若干ハプニング性があった方が楽しいんですよね。そうですよね、パーティーゲームですもんね、はい、そうです。で行くと、もう俺合ってたよ、その全然狙ってないのにさとかって言ったりとか、親がなんだろうな、人参を持ってるよって言ってたけど、人参ってことはセットでじゃがいもあってもおかしくないなと思ったんですが、なぜかじゃがいも書いてたら正解するとかもあったりするんですよね。ああ、なるほどな。要はその、なんだろうな、これ相当実は簡単そうなんで、じゃあお聞きするたびに難しいになってるのが、その設定した絵とチェック項目が相当、はい、ある意味パーティーとして盛り上がるように何らか考えられてるってことですね、そもそも。そうそうです。あの単純にまねっこしていけばいいとかではなくて、うんうん、どんなに細かいやつでもこんなこと言わねえだろみたいなことが入ってたりするけど、案外それは偶然あったりするとか、なんかちょっと面白いですね。あの国空の帽子かぶってるやつがいるじゃないですか、うん、でこの帽子がたらいの外側に頭が出てるとかっていうのがあったりするチェック項目で。なるほどなるほどなるほど。そんなん喋んないよってそういう話ですよね。そうそこまで細かく言ってらんねえからみたいな。この男の角度は斜め30度だとかって言わないじゃないですか。言わないですよね。でも案外男は斜めに立っているとかそういうのが出たりして、説明しきれないだろうけど偶然そうなってることがあるかもしれないっていうチェック項目と、ちゃんと説明してたら正解するっていうチェック項目がうまい場合はバランスで入ってます。なるほどなるほど。まあ普通に書けば、じゃあ男が3人いますかとかだったら、まあ喋ってれば書くだろうし、海の家ですか、はい、上の海のね上にいますかとか、そうだろうとかあるんだけど、はい、じゃあ全員正面を向いてますかとか、左を向いてる人が2人いますかなんていうのは分かんないかもしれないんだけど、はい、でも誰かしらそういうのが書けるだろうと、はい、だから当然そこがハプニング要素になってくるわけですよね。でもそれって逆に面白いとちょっと聞きながら感じたのが、じゃあ6人でこの6人でプレイできるのかな、まあできますよね、はいはい、で6人でプレイしたら、あ、どうも左さんの時の答えとか、ハルさんの時に喋ってる答え見たら、どうもそういう引っ掛けっぽい細かいのがあるなと思って、じゃあ私は細かくみんな指示しようと思ったら時間今度足らねえとかあるわけですね、絶対に。今度そうです。だんだんみんな変な細かく細かい話をし始めますでもそこは時間制限
っていう枠がやっぱりあるから、そうするとごめん、はい、全体の4分の1しか喋れなかったとかなっても、それぞれ点が取れないんですよね。そうです、そうです、はい。で多分それが何人か続くと、もうざっくり言うしかねえわとかやっぱなってくるんでしょうね、きっとこれ。はい、そうです。あの親は言った通り、あのいっぱい正解してもらった方がいいんですよ。でも子はそのあんま4分の1しか書けなくて、点数項目3つしか満たしてませんでしたら、みんな3点だから、別にそれは差がつかない、逆にので別に子は困らないんだけども、親は3点しか稼げないと困るので。困りますよね。できるだけたくさんのことを言いながらも、細かいところ、あのここが怪しそうみたいな形で推測しながら喋ったりします。難しいお絵描きゲーム、例えばポンコツペイントとかって、書く側のひらめきがいったりするじゃないですか、うん、うまく簡略化して書こうみたいな感じがあったりするんですけど、これってテレストレーションとは別の伝言ゲームなんで、うん、親がどう伝えるのがいいのかっていうところに頭を使い始めるのがちょっと面白いです。そうですね、いや私もこれ聞きながら、あのピクショナリーから始まっていろんな絵を描くゲームって世の中に、まあ、たくさんあるんですけど、はい、一番基本のところってお題に対して絵を描いて、その結果誰かに伝えるっていうのが、まあ、非常に多いわけですね。例えば、はい、私だけがお題を見て絵を描いて、これ何ですかって聞くとか、うんうんうん、いやね、見せるとかあって、自分の絵が第三者に評価されるっていうことの絵のゲームっていっぱいあるわけなんですけど、はいはい、これ関係ないんですよね。説明を聞いて自分で書いて自分でチェック項目見て、はい、丸丸丸って言えれば合ってるなんで、はい、自分の絵を批評されるシーンないじゃないですか。そうなんです。チェック項目と合ってる、これ最高ですね、はい、僕のように絵がマッチ棒人間しか描けない人間には、まあ、僕もあのテレストレーションするといつも笑われる側ですがおっしゃってる通りで、評価を自分がやるっていうところがこのゲーム本当にポイントだと思います。で結構テレストレーションとかってなんで他の人が評価するのかっていうと、あれってインタラクション、一人でやっててもつまんねえからっていうインタラクションだと思うんですけど、ちょっとリプリックって自分で評価するからインタラクションないのかっていうと、やっぱ自然と他の人の絵とか気になるんですよね、うん、なんかわーって盛り上がって、なんかそのチェック項目、例えば変なチェック項目が来て、え、そんなの誰もないよとか言ったら、え、俺書いてたよ、え、マジマジとかっていう形で、うん、まあ、やっぱ他の人のとの自然とその会話みたいなところも出てくるし、別に淡々とみんな、はい、合ってる、はい、合ってるとかっていう感じではないので、そうさせない問題がきっとあるんですよね、簡単にいかないところは。これはその要は自分の絵が批評されるんではなくて、あれハルさんそんなので合ってんのとか、え、ひだりさんこれでこれチェックってマジっていう、そのプラス方向に働きやすいと思うんですよね。はい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 、自分の絵がたまたま正解していかったことによる驚きっていうのがあったり、みんな失敗してんだ、分かんないじゃんっていう、要は共感が得られるっていうことがあったりするので、お前の絵が下手だからみんな当たらなかったんじゃんっていう方に働きにくいにも考えてるんですね、ルール聞きながら、うんうん、はい、それチェックボード入らないだけだから、ごめん俺当たんなかったっていうだけでも、それ絵の下手お前とは関係ないので、はい、なのでプラス方向に自分の描いた絵が評価されやすいっていうゲームのパーティーゲームは少ないんです。実は僕苦手なんですよね、嫌いじゃないんですけど、大体分かんないって言われるので、はい、もうそれこれはいいですよ、いい、まあ、もちろんいいから今日取り上げてもらってるんですけどいやいや、お絵描きゲーム好きというか、多分僕も原さんも比較的重いゲームの方をメインにやられてて、パーティーゲームあまりっていう感じだと思うんですけど、原さんはパーティーゲームやられてますから、いや、そんなにやらないですけどね。なのでここに対するアンテナ低かったと思うんですよ、デュプリックとかに対する、うん、なんですけど、知ってる方は当然僕ら言ってるようないいところとかみんな知ってるわけで、知ってる、うん、多分今日聞いてる方はもう今更かと日本語版も出て終わってるわと、アマゾンでも買えるぞと、2006年のゲームだぞ、うん、すいませんでしたすいませんでした、本当に私も遊んでなくて、あの話、あの周りでこういうなんかお絵描き芸好きの方が知り合いにいてですね、うん、もうこれはとてもいいと、テレストレーションとかもいいけど、まあ、これは最高であるというのを前々から話されてたので、オープン会忘れ走ってた時にこれやりませんかという時に、おー、じゃあぜひぜひっていう感じで入らせていただいたんですけど、いやもうほんとすいません、遊んでなくてすいません、ね、まあでもとてもいいゲーム、テレストレーションすごい売れてるし実際に、うんうんうん、なんだけどリックそこまで話に上がらない感じが、いやすいません、私がねアンテナ低いのは本当正直で言うんですけど、なんだけど、いや本当あのテレストレーションと肩を並べてもおかしくないお絵描きゲームの傑作です。そうですね、テレストレーションって結構あの実際のところあんまり普段ゲームをしないっていう若い女性の方とか、何回か私何かのところで一緒になったりして、うん、ご紹介したり、男性の方とかカップルの方とかでご紹介したことがあったり、やっぱその後買いましたとか、あの、うん、大学のサークルとかで持ちましたって、結構テレストレーションすごい認知度が私の知ってる方でもあるんですよね、持ってて、はい、私はもちろん紹介してるししてるんですけど、これもデブリも全然負けないとか、これ少人数でやっても全然いいですよね、 2,3 人とかでやっても面白いし、あ、そうですね、はい、うん、たくさんでやっても面白いので、これ両方持っててもテレストレーション好きな方だったらデブリも持っていても
全然いいですよ、ていうか私 Amazon で買えそうなんで買おうかなと思ってるんですけど、持っててもいいんじゃないかなと思ってで実際はそれこの感度の低さを自分でさっき恥じてたんですけど、2010年のドイツ年間ゲーム大賞の候補にもノミネートにも上がってたんですねまあ今あのツイッターとかで結構みんな騒ぎますからね、先頭ノミネートでも入ってきますからね、情報がね、そういうさりげないフォロー2010年、ああそうか、自分でフォローしておくと、私この25年ぐらいの中で最もボードゲームを触ってない年なんですよね、この頃が。2010年前後が一番知らないんですけど、いやーびっくりしました。さっき今見て、鶴岡さんのとこ見て、SDGのノミネートで知らないゲームとか、ちょっと泣きそうだなとか思いながら、まあ対象でね、SDGのゲームで遊んでないゲームないわけなんですけども。やっぱり、デュプリクってやっぱ私2010年、2008年ぐらいからゲーム始めて、2010年って結構他、いろんなブログとかも読ませていただいたとこではあるんですけど、やっぱデュプリク取り上げ、まあ当時アイデンティックを取り上げてたブログさんも、も見たことはあるんですけど、やっぱりお絵描きゲームっていうところで、ちょっと腰を引けるというか、自分には関係ないなみたいなところがあったんですよね、なんですけど遊んでみると本当にお絵描きゲームとしてじゃなくて、絵は描くけどちょっと違う感じの絵描きなんですよね、他のお絵描きゲームとは。先ほど原さんもおっしゃってくれた通り、そうだと思います。聞いてて私も今ルールとか見ながら喋ってますけど、というわけで今回もですね、なかなかと盛り上がりながら話してまいりましたけども、左さんとですね2017年の Q2 ですね、18の TK と、まあ、1830を関東圏域、まあ、東京付近ですね、で再現したっていうものと、マーティン・ワラスさんのですね、2009年かな、の作品のオートモビルと、まあ、これもね再販されるとねいいと思いますけども、でもう一個がディプリクですね、元は2005年らしいですけど日本語もあったのは2010年前後と、まだ今でも Amazon で買える自分で評価できるお絵描きゲームということの3本でしたということでございますね。はい、はい、大体そんな感じかなという方は感じますけども、なんか総評とかでありますか。まああんまりここで言うような話じゃないのかもしれないですけど、Q2 ってやっぱ新作少なめの時期なので、そうですね、ちょっと昔のですけど自分が触れてなかったですとか、触れたけどリプレイするとか、触れてなかったゲームが出てくるとかっていう、ちょっとねではいい時期だったのかもしれませんね。僕らみたいに新作を追ってる人たちだけかもしれませんけど、はい、私も自分の記録見てるんですけど、 Q2 はそんな感じがちょっと多いですね。過去の名作とかプレイし直したり、はい、どうしてもこの後ジェンコンがあったりエッセンがあったりいろいろことありますからね、今そういった時期に振り返ってみるのも、まあ、そんなに新作みんなが追いかけてるわけじゃないよって声も聞こえてこないわけではないですが、のもいいかもしれませんね。ね、はい、はい、というわけで大体1時間ぐらいにわたってお届けしておりましたけど、先ほどの3作18の TK とオートモビルとデュプリクということがですね今回の3作品でございましたと、はい、はい、ということでですね今回ですねそうしたことでですね締めさせていただきたいと思います。今回ですね2017年の Q2 のですね左さんのベストゲームについてお届けいたしました。ということでですね、すみません左さん長いことありがとうございました。ありがとうございました。